岩坂門邸は東京都渋谷区にある個人住宅である。元紀州徳川家の代々木上原本邸内にあった迎賓館であったとされる。紀州徳川家の本邸は大正末期から昭和初期にかけ代々木上原の地にあり、清和園と呼ばれていた。この本邸の敷地内に迎賓館として本建築は存在したようである。その後、紀州徳川家の財政難もあり、 この代々木上原の邸宅は1938年、五郎より後藤啓太を通じて、区割分上されたが、母屋と迎賓館は取り壊されずに残された。太平洋戦争では、内部が被災した。戦後は、新中軍に接収された後、現在の所有者の手に渡ったとされる。当初家主はこの元迎賓館を壊そうと試みた、ものの、 あまりに頑丈な作りのため解体に20万円もかかると言われ、解体を断念したとされる。後、厨房などの増築を経て借家にされたが、本来の作りは16畳1室、8畳2室、6畳1室と、洋室ばかりの構造であったとされる。繊細で内部が消失したこともあってか、屋根も新建材となり、外壁も大きく変えられるなど、改修が大きく、 当初の様子を完全に伺うことはできない。しかし、軒下部分や出窓などの一部の衣装に当時の面影を見ることができる。ありがとうございます。